ねは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 ね仕事行く前のソルの散歩してます。今日そこまで暑くないんで、風も吹いてるんで、ちょっと早めの散歩で2回目の散歩な。2024年6月25かな、はい、火曜日、時間が11時半ぐらいかな。仕事行く前、2時から仕事なんだけど、その前ソル君、散歩、2回目の散歩、埼玉古墳に来ました。初めてソル埼玉古墳に来たの。ちょっと暑いけどな、ソルな、軽く歩いて、終わりにしたいと思います。それは初めての埼玉古墳、古墳群、はい、昔先輩と、地元の先輩とか友達とあの山で太鼓を叩いた覚えがあります。埼玉古墳、ここみんな桜で、桜の自分は人がすごいです。おいで、どうした、暑いな、入る、こっち、せーの、ぴょん、うい、2024年6月の26日、今高橋動物病院、埼玉県加須市にいます。ソル君、3日間下痢が、うんち柔らかいんで、ちょっとな、ソルな、元気は元気なんだけど、ご飯も食べるし、ただちょっとソル君下痢が続いてるんで、変なもん食べちゃったかなと、病院来ました。はい。なあ、それな。朝、うんち、ここすごいべちゃーって、下痢のうんちがいっぱいついちゃって、汚れたんで、今日朝、朝一でそれか、今日シャンプーしました。Yeah! 井上駅登場で350円、お好み焼き一玉買ってきました。今宇佐美で到着しました。これ道の駅東条で買ってきました。お好み焼き350円一玉、はい、いただきたいと思います。はい、それではお好み焼きいただきたいと思います。なんか面白い、なんか蓋が乗っかってる感じ、なんか甘い感じだな。うん。何？たまりそうです。一玉350円、二玉だと600円だったかな。ホルモン焼きそばもう600円だったっけな、
ちっちゃい目玉焼き、みんなバラバラに焼いて、なんか背後に乗っけるスタイルだった。会議の時に20分ぐらいトヨタで積むの積み込み待機で1時間ぐらい、まず朝田中で朝ごはん30分、今年初の桃です。兵庫県当社の道の駅買いました桃食べたいと思います。買ったんで、こいつちょっと水で洗って味噌球にして食べたいと思います。東条で買った味噌で、東条の買ったきゅうり食べます。3本で80円、スーパーで買うと全然安いです。スーパーで1本は1本60円ぐらいするからね。水分がいっぱい取れて最高。味噌多すぎた。
結構腹いっぱいだね。はい、ごちそうさまでした。